矢竹第一トンネルは、宮崎県海老野市にある、九州旅客鉄道被殺線の鉄道トンネルである。矢竹駅と、正木駅の間にあり、全長は2096.17メートルある。単に、矢竹トンネルと呼ばれることもある。また、野学の字が用いられることもある。被殺線において、熊本県側の人吉駅から、鹿児島県側の吉松駅までの区間は、 矢竹越えと言われる険しい山岳地域となっており、ループ線やスイッチバックを設置して克服している難所である。矢竹第一トンネルはこの区間にあり、被殺線で最も長いトンネルである。被殺線内で最高地点にあるのが、標高536.9メートルの矢竹駅で、この駅の南側で、宮崎県に入り、間もなく、矢竹第一トンネルへと通じている。 八た第一トンネル内は、南側へ向けて25%パーミルの下りの肩勾配となっている。鹿児島へ通じる鉄道は、現在の鹿児島本線、日殺オレンジ鉄道にあたる海岸周りの路線も検討されたが、海岸付近の線路は戦時に敵の攻撃を受けやすいという理由で軍部に反対され、日殺線にあたる路線が先に建設された。このため、 この区間は当初鹿児島本線として建設された。北側は人吉まで1908年6月1日に開通しており、また、鹿児島県側の区間も、吉松まで1903年9月5日に開通していた。1906年9月に、矢竹第一トンネルに着工されたが、人里を離れた山奥であり、資材搬入などの困難に見舞われた。また、 水分の多い業界岸のために湧水が多く、かなりの難航時であったとされる。1908年にシルベ甲が貫通し、1909年11月21日に人吉吉松間が開通した。これによって、鹿児島本線が全通するとともに、途中関門海峡の船舶連絡を挟んで、青森駅から鹿児島駅までの日本列島を従貫する。 鉄道網がつながった。矢竹第一トンネルの走行費は73万6千円であった。トンネル北側の変額は、当時の定心大臣、山形伊三郎の記号で、点検はかえびす。南側の変額は、当時の鉄道院総裁、後藤新平の記号で、印住一円と書かれている。縦1メートル、横2メートルの石垣でできている。言葉をつなげて読むことで、 天下の難所を平地であるかのようにしたおかげで、重い貨物を遠くへ運ぶことができるという意味になっている。この二人の名前は、この区間を運行している観光列車、イサブロを新兵にも使われている。この区間の東側約 2km のところを、九州自動車道が通っており、県境を越える区間に格闘トンネルがある。くしくも、 格闘トンネルが完成して、九州自動車道の人吉インターチェンジエビノ、インターチェンジ間が1995年7月27日に開通したことで、青森から鹿児島までの高速道路網がつながった。原田博士、被殺線工事士エビノ市市段階編、発行、エビノ、第8号1975年。ありがとうございます。